北欧暮らしの道具店のインターネットラジオチャポンと行こう。12月18日日曜日の20時になりました。こんばんは、北欧暮らしの道具店店長の佐藤とスタッフの吉部こと青木がお送りします。インターネットラジオチャポンと行こうでは、明日から平日が始まるなぁという気分を皆さんからのお便りをもとに、一緒にお風呂に浸かっているようなトークを繰り広げながらチャポンと緩めるラジオ番組です。隔週日曜日に放送しています。はい、12月の18日ということで、今日がね、2022年ラスト回だそうです。あー、良いお年を。まだね、最後に言おうよそれ。そっか早いって。なんか1年ほんと早かったね。いやー、なんか毎年同じこと言ってるよ。毎年も多分年末の回で毎年言っていますよね。うん、と思いますね。でも本当になんか年々早くなっていくように感じない？感じる。これなんでなんだろう。なんかね、ときめきが少ないからなんだって。え、それ誰情報初めて聞きました。あの、子供がなんかテレビの情報で、こう大人と子供の時間の感じ方が違うのはなんでだみたいなことを言ったら、子供はその一瞬一瞬結構初めてのことが多いから、わーってその時にびっくりしてこう味わって刻んでるんですって。で、大人って知ってること多いじゃないですか。仕事も同じ場所に行ってルーティンなこともあったりする。それときめきが減ってるから記憶に残らないです。その分早くなるみたいなことを、ちょっとすごい雑かもしれないけど、なんか概要はそんな感じです。そんな感じの概要なんですよ。そっか。じゃあときめきを増やせば、もうちょっとゆっくりした時間の感覚を体感できるってことよね、逆説的に言えば。かな。でもさ、ときめきあるよね。あるある。すごいあるよね。あるある。昨日もね、本当韓国ドラマ見てる私も昨日ちょっとときめいたりして、まあ、ただ今見てる韓国ドラマがシュルプっていう。ああ、はいはい、見始めちゃったのね。見始めちゃったんですよ。で、まあ、ある会社のスタッフが、佐藤さん最近何見てますって言われたから、いや最近もう見るの全部見てなくなっちゃってさ、なんか面白いの知らないって言ったら、なんか新しく出たネットフリックスのシュルプ結構いいって友達が言ってましたみたいな感じで、その友達が教えてくれたっていうスタッフの話を聞いて、シュルプその日の夜から見始めたら早速ハマっちゃって。で、そのいわゆる朝鮮王朝系の話なんですけど、王妃の息子役のある一人の人がもうめちゃくちゃ顔小さくて、背が高くて、もう本当にかっこいいんですよ。予告だけはもう擦るほどの見た。あ、見た？あ、いつか見るぞって思いながら予告見てる。すっごいね、ちょっと新しいタイプの、今までかっこいいなと思ってた俳優さんとまたちょっと毛色が違う感じの方にまずキュンとするんですけど、ただもうその王室の中の陰謀と、もうなんて言うんですか、ドロドロなんですよ。そうだよね、コスチューム素敵なんですけど、めちゃくちゃ衣装とかドロドロですよね。素敵なんですけど、そのきらびやかさの後ろにあるもう陰謀論がやばくて、誰が味方、誰が敵、敵みたいな。だから毎晩今息子役の人が出てくると、キュンってするんだけど、同時にもう寝る直前に、もう世の中誰一人として信じられねえみたいなもう気持ちになって今毎日寝てんですよ。よくない。でもね、不思議と、不思議と悪夢見てないんだけど、本当本当に誰に毒盛られてるか分かんないよねみたいな、今気持ちで毎晩寝てますこう薬を煎じたの毎晩持ってくるじゃないそう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 、寝る前に。あれがね、危険。あれが危ないよね。あれが危険なんだよ。怖いわ、あの薬でさ。必ず、あの子供の頃から守ってくれてるハルモニがいるじゃない。いる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 、います出てきますお世話をしてくれるおばあさん、癒される。癒されるよね。で、そのおばあさんが別のドラマですごい悪い役やってたりすると、あ、人だったのにって、なんかすごい別のショック受けたりして。それ韓国ドラマのすごい面白いところだよね。面白いところ。いろんな役がさ、ドラマによって入れ替わってそうそう、結構いろんな俳優さん被って出てくるから、え、この間あんなにかっこいい役だったのにっていう人が、すっごいなんかダメな課長の役になったりとかするじゃない。いや、振り幅すごいよね。本当すごいなと思って。何の話だったっけ今日。あ、ときめきからのね。そうだ、シュルプに行っちゃったんだ。ときめきはある。そうだそうだ、ときめきはそうだから大事にしていきたいなって思います、はい。じゃあ今夜もチャプラーの皆さんからお便り届いているので、ご紹介をするところからスタートしたいと思います。
滋賀県にお住まいのラジオネーム古民家暮らしさんからのお便りです。公開収録とっても行きたかったですが、当日は都合が合わず YouTube の配信も見ることができず切なくなっていたので、まさか映像で当日の様子がわかるものまで用意していただけるとは感無量でした。映像だと現場の臨場感が伝わってきて、たくさんのチャポラーさんたちの様子が見れたのが特に嬉しかったです。ラジオのお便りや SNS で感想を見てどんな方たちなのかなと想像するのも楽しいですが、リアルにチャポラーさんたちの姿が見れると不思議と元気が出ました。まだ終わったところでほかほかが止まらないとは思いますが、いつかまた公開収録があることを楽しみにしています。はい、滋賀県の古民家暮らしさん、ありがとうございます。ありがとうございますね。本当公開収録またやりたいですね、うん、あ、どう、もういい、しばらくは今目がしましましちゃってたね、よしげ。いや、やりたいですねって直後にね言ってたから、本当この人はすごいなと思って。え、私、うん、だっていや私さ、もう緊張したよすごく、うん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 、でもやっぱりさ得るものがね、嬉しかったんだよね、やっぱり、ね、チャポラーさんに会えたことがとってもとっても嬉しかったの。そうなんだよ、うん、でね、そうスタッフもいろいろその後あのイベントの振り返りをねチームでしてくれて、それこそ吉部さんのチームの振り返りも私なんかちょっと覗いちゃったりしたけど、うんうん、みんなお客さんに会えたこと本当に有意義だったみたいね。いや、あの会議を録画しといて、うんうん、あの取れたてを流せるなっていうぐらいすごい、それはもうお客さんにお見せしてもいいような会議だったってこと？もう本当全国に、全国に発信できる会議だったと思っている。あ、本当、うん、いやでもなんかその議事録みたいなののね、こうちょっと端折ったメモしか私見せてもらってないですけど、うんうん、商品ページ作っていく上でお客さんをイメージよりリアルにできるようになったっていうのが良かったんだなって感じました ね、うんうん、ね、なんかこのお便りを感想でいただいたりするのと、うん、私たちスタッフのお客さんに会っちゃったっていう感想が同じだったのが面白かったです、うんうん、そうですね、皆さん本当になんか私たちのお店で買いましたっていう服とかバッグとか持って身につけてきてくださって、あとネイルね、うんうん、あの検温のところでね、あ、はい、このネイルの色はみたいな感じでスタッフと話、ね、盛り上がってる人もいたりとかで、すごく私たちもあの有意義だったんですけど、ね、映像のダイジェストでね作ったの YouTube で公開してるんですけど、それをね古民家暮らしさんも見てくれたということでとっても嬉しいですね。ね、うん、あの動画は、うん、チャポンと行こうの YouTube チャンネルの方じゃなくって、うん、北欧暮らしの道具店のチャンネルでしたっけね、はい、そうですそうです、北欧暮らしの道具店の本チャンネルの方に上がっているので、うん、もしまだあその動画の存在知らなかったっていう方がいたら、当日の私たちのスタッフの様子とか、あとお客様もね、はい、結構そこであの他のチャプラーさんどんな方たちっていうのも結構たくさん映っているので、ね、見て楽しんでいただけたらなと思います、うん、いつかまた公開収録があることを楽しみにしていますとあるので、うん、私はもう本当にやる気満々となっております、うん、私もなんかね、そのまた舞台裏みたいなのを新たに更新したいなって思いました、うんうん、あれがすごい元気が出るというか、うんうんうん、本当ですね、はい、なのでまたね2023年どういうチャレンジ新しくしていこうかなって私も今すごい考えてるんですけれど、うん、で結構そういう話をもう各所と今し始めていて、なので今企んでることもちょっとあったりするので、あの、はい、公開収録イベント以外にもわーって思ってもらえるようなことまたね、うん、たくさんスタッフと一緒に作っていきたいなと思っているので、そういうお知らせの日も楽しみにお待ちいただければ嬉しいなと思います。じゃあ次のお便りも行きましょう。神奈川県にお住まいのラジオネーム胡椒少々さんからのお便りです。最近ニュースと子供番組以外のテレビ番組をほとんど見なくなりました。興味のあるジャンルの YouTube 動画やフォローしている Instagram のアカウントばかり見ていると、視聴履歴に関連したおすすめ動画やアカウントが表示され、またそれを見てという繰り返し、好きなものばかりを貪る生活はまさに沼。興味のあること以外の情報に触れる機会が減り、視野が狭くなっている気がします。お二人は興味の幅や視野を広げるために何かされていることはありますか？はい、神奈川県の胡椒少々さんからの便りということでありがとうございます。ありがとうございます。吉部さん、何かあります？興味の幅を広げるために
確かにね、今サジェストされてその出てくるのが似たようなコンテンツばっかり問題ってありますよね、うん、そうだね。でもなんか似ているからそのあるモデルさんとかを見てると、うん、のインスタを見るじゃない、うん、だから旅行に行きましたとか友達とジャム作りを夜しましたとか、うんうん、あったかい飲み物作ってる動画自分で撮ってみましたとか、なんかこういろいろ上がってくるんですよ、うん、でそれに触発されて、うん、ああ旅行もいいなと思いながら、まあ、宿泊されて旅行行ってないんですけど、うんうん、あのジャム作るとかかわいいな、うんうん、私はチャイ入れるかと思ってやってみたり、なんか自分発ではなかなかそういうよっこいしょって腰上げることがないこともその好きな人たちを見てると、あそういえばこれやろうってこう思えるので、うん、なんか好きな世界でいつも似たようなことしてしまうんだけど、ただのなんか追っかけみたいになってるんですけど、うんうんうん、なんかそういう好きな人から好きなものを教えてもらっていいなっていうことで、なんかこう広がっていくものもあるなっていう感じで広げてますかね。なるほどなるほど。あとなんか見たくないものってなんか自然とそれでも入ってくるので、うん、それを消化するのに手かかるじゃないですか。そうだね。そうなので好きなことでちょっと癒しながら吸収してしまった嫌なニュースとかも、なんかその可愛いもので体勢をつけてるのかなっていう感じはしますね。そっかそっか、吉部さんらしい回答だなって思っちゃったな。そうですね。でも確かにこの興味のあるジャンルばっかり流れてきてそれに沼るっていう楽しさもあるし、うん、でも私もこの胡椒少々さんがおっしゃってる意味もめちゃくちゃわかるなって思って、うんうん、私は例えばもうそのプラットフォームに把握されておすすめされてくっていう傾向ってなんとなくわかるじゃないですか、うんうん、だからあえてその全然真逆にあるようなワードだったりとかを検索しますね、うん、YouTube とかでも。で、まあ、自分が見たい系ってやっぱ決まってるんですけど、うん、でもあえてちょっと時事ネタだったりとか、うんうん、そうするといつもの自分のホームとは全然違うホームになるんですよね、うんうん、あえてそれを一回ちょっと我慢して見てみるんですよ、うんうんうん、興味があるサムネイルの番組を、うん、で一回それ視聴するとまたその覚えるですよね、アルゴリズム的に、うんうん、でまたいろいろミックスされておすすめされるようになっていくので、あえてその自分のホーム画面っていうかが凝り固まらないようにする工夫をしていたり、うんうんうん、あとはやっぱ本屋さんに行った時にあえて本当に一番苦手とするコーナーに立ち寄るっていうのはやってますね。うーん、私の場合はだからなんだろう、ビジネス本とか、うんうん、哲学みたいな、うんうん、ああいう系のコーナーよりはもう家庭と暮らし実用書ってところにも真っ先に行きたいタイプなんですけど、違う列に迷い込むと不思議と目に飛び込んでくる想定の本とかあって、うん、最近だからなんかよくわかんないけどみんなメタバースって言ってるよなみたいなのとかも、うんうんうん、でも自分が何って聞かれた時に説明できないなと思うと、うん、とりあえず一冊読んでみようみたいな感じで、うん、なんか可愛い想定のメタバースについて書いてある本を買ってみて読んだりとか、うんうん、なんかその自分の普段居場所じゃないって思ってるコーナーにも自分の好みのデザインとか想定の本があったりするんだよね、うんうん、そういうものを見つけるっていうのをこれは結構強いてやってるかも。普段強いてやらないとスルーしちゃうんだよね、そういうコーナーって。わかります、うん、入り口がね。そうなのよ、入り口って大事だね、うん、なんか面白かったな。そういう感じですかね。なんか意識しないと本当にそうなっちゃうってめちゃくちゃわかるなと思っちゃって考えちゃいました。胡椒少々さんからのご質問。本当だね。じゃあその他にも本当にたくさんのお便りありがとうございました。ありがとうございました、ね、今年も本当にお便りありがとうございましたってここで言っておきたい。たくさんのお便り、ね、本当にありがとうございました。本当に全て読み切れなくてご紹介できたのはごくごく一部なんですけれど、本当に私たち全て読んでまして、本当にあの人生を真摯に考えている方たちがこんなにいっぱいいるんだなって励まされちゃってますね。ねえ、うんうん、はい、ということで全員でいつも楽しく興味深く読ませてもらっております。来年もぜひどしどしお便りお送りいただければ嬉しいです。じゃあここからいよいよね、本日のテーマとなるお便りいきましょうか。
岐阜県にお住まいのラジオネームハリコさんからのお便りです。ある時手紙を書く機会があって、それからノートにペンで文字を書くことにはまり、連用日記を始めて1ヶ月経ちました。北欧暮らしの道具店で販売している3年日記の記事の中で、佐藤店長の日々を記録することが未来の自分を救うという言葉に、そういうことがあるのかなと気になったことと、生きていて何かしらあるはずなのに、ここ3年間何もないように感じることに焦りを覚えたことがきっかけでした。日記には起こったこと、良かったこと、気になることなどを書いていて、見返すと何か安心できます。始めたばかりですが、ゆるく続けていけたらいいなと思っています。ありがとうございます。ありがとうございます。ハリコさんかな、ハリコさん、ハリコさん、なんかハリコの方をイメージしちゃった。うん、ハリコさんかなっていうことにしようか。はい、はい、頼りありがとうございます。当店開店15周年の記念で出した3年日記、連用日記にも興味持ってくださってありがとうございます。とても嬉しく思いました。そう、日記ですね。私も今日記毎日書くっていうのはできてないんですけれども、記録をするっていう習慣は引き続きあって、そういう中で多分日々を記録することが未来の自分がそれを振り返って励まされることがあるみたいなことを記事で話したのを読んでくださったんでしょうか ね、うん、でも私も全く同じ動機で時々書いたり書かなかったりする時期がありますね。何もないように感じることがあって、なんか、確かに何かあって毎日何かしらして過ごしてるはずなのに、なんか何にもなかったなみたいな、この1ヶ月っていう気持ちになることってあるじゃないですか、あ、なんか仕事しかしてなかった気がする、そんなわけないのにっていう、なので書いてみると、本当全く一緒で、この方は怒ったこと、良かったこと、気になること書いてますよね、私もその時書いてた時期は、あったこと、思ったこと、そう、反省しないっていう基準で書いてました。そしたらね、なんか落ち着きますよね。そう、書くって落ち着くんですよね。私も20年以上前の話なんだけど、誰か芸能人の方だったと思うんだけど、すっごい悩んだ時にこうやると悩みが晴れるよっていうやり方を教えてくれてた人がいて、日記帳でも真っ白なノートでもいいから、見開きで開いて自分の前に白紙のノートを置きます。で、左側に今心配なこととか悩んでることっていうのをこう丸囲みで書いていく。で、20個も30個もっていうより、だいたい書き出してもさ10個いないぐらいだったりするんだよね。で、今度はそれを右のページに、まあこれは一旦置いときっぱなしでもいいかとか、それについてどう思うかとか、どうしたら良さそうかっていうことを右のページに書きましょうみたいな。で、それ結構やっただけで何も物事は動かないんだけど、私もそれ以来たまに追い詰められたみたいな時とか、いろんなことが心配な気がするっていう時に今でもそれやるのね。そうすると書いただけなのにめっちゃスッキリする。あ、わかる、あれなんだろうね。なんだろうね。だからやっぱりモヤモヤの正体ってよくわからない状況っていうこともすごく大きい要因なのかなと思うと、書き出すってまあまあな力なのかもね。そうだね。そう、だからこのね、3年日記も今ちょっと在庫がおかげさまで大変ご好評で切れてしまってるんですけど、このラジオが放送される頃に再入荷するのかな、12月下旬頃に一応再入荷の予定をしているので、ちょうど1年が新たに変わるタイミングでね、この連用日記購入して書き始めたいっていう方もいてくれたら嬉しいなと思ってるんですけど、で、今日はね、多分このハリコさんのお便りを見ながら1年の最後の回っていうことなので、いつもはお買い物ザベストみたいな、はい、3つぐらいやってね、はい、やったりするんですけど、ちょっと今年言えるような買ったものあるかねっていう話もあったりするので、今日はなんかちょっとそういう今年私たちがやってみてよかったって感じてることとか、なんか出来事とともにちょっとダラダラおしゃべりしようかっていう話なんですよね。ということで、2022年、吉部さん私それぞれの立場、それぞれの役割、それぞれのキャラクターで頑張って1年行きましたけれど、それぞれのキャラクターでって言ってくるのが面白いね。なんか今年始めてみてよかったなとかさ、今年こういう
ちょっとことを気持ちとして入れ替えてやってみてよかったなとかさ、うんうん、なんかありますか？振り返ってみて印象深かったなみたいなのは今年かな。スタジオができたの、うん、新しい。あ、そうだね、今年の春ですね。そうそう、はい、自社スタジオをね、あのオフィスの外に初めて作りましたね。ちょっとある物件をリノベーションして、うんうんうん、はい、あれが最初みんなどうやって使っていいか分かんなかったけど、ここに住んでる人としてこう生活してるようにちょっとスタイリングの写真撮ってみたりとか、仕事ではあるんですけど、みんなあのスタジオを使ってこう暮らしの道具店の暮らしみたいなのを作ったなーっていう。確かになんかビジュアル作りってことだと思うんですけど、うん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 、人ん家にこうお邪魔するようにスタイリングするっていうのはなんか面白いなって思いました。でその撮影が2日間続く日があったんですよ、うん、1日中2日続けて、2日間通って、そう通って仕事しますっていう時に、うん、あ、ちょっと泊まってみようと思ったんですよ。それやったの？それやったの。へー、いいですね。いいですね、うん、いいですね。あ、そう、泊まって翌日朝近所の公園に朝散歩してる近所の人たちを見ながら、あ、こんな感じかこの街の朝はみたいなのを体感しながら、撮影用の道具また準備してスタジオ行ってっていう、へやってみた。泊まるあるだな、プチ出張みたいな感じを作り出したわけね、自分で。そうなんですよ、うん、なんか2日間撮影なんだよねって前日に言ったら、うん、あ、じゃあ泊まってくればいいんじゃないって言われて、うん、あ、それあるなと思って、うん、すぐに予約できたので、へー、おんま明日いないからねって息子に言って、あ、いいね、うん、いい場所だしね、あの辺りね。そうそうそう、何の話したっけ、なんかそれ初めてやってみたなって思いました。たびたびやろうって思いました、自分のために。お、確かに、うん、それ非日常だね、完全に。そう、仕事しながらなんだけど非日常 で、うんうん、でスタジオの近くの昼間に何回も行ったことがあるレストランの夜を体験してみたりとか、うんうんうん、そう、吉部さんのじゃあちょっとプチ冒険とプチご褒美みたいな感じですね。感じですね。まあ、でも2日間ちゃんとパフォーマンスできたっていう目的は果たせたというか、うんうんうん、いい仕事ができたんだね。2日目げっそりしてないっていうまあ確かにね、うん、そういう時ってなんか本とか持って行ったりするの？どういうもの持っていくの？なんか夜こう過ごそうとか思うとさ。いや、もう行きが大荷物だったあ、そっか、仕事の道具でね、スタイリングこのものでね、行きが大荷物だったからちょっと今回はいいかなって、うんうんうん、なんかまだあのスマホで読めるものもあったので、ちょっとぼーっとしたいかもっていうのもあり、 あとお風呂にゆっくり浸かれる、ね、ホテルだったから、うんうんうん、使って浸ったんだね、じゃあ時間としては。使って浸ってるうちに寝ちゃってたっていう。あそっかそっか。でもチャポラーさんの中にも最近ちょっと商品ページのテイスト変わったなってもし気づいてくださってる方いるとすれば、スタジオパワー結構ありますよね。ね、あるかもね。あとやっぱ使っていきなりみんな仲良くなったっていうよりはみんな試行錯誤してくれてたじゃない、うん、そうそう、ね、なんかこういうもの置いてあるけど、うん、こういうものもいるなみたいなのをどんどん足していったりとか、うん、とかね。なんか1年を通じていろんな季節で光の角度も変わるから、うん、多分その写真の明るさとか色味の調整とかも多分大体の季節やり通して、うんうん、今なんかみんな だいぶいろいろ解像度がこう上がってきた感じがあるのかな。あるんじゃないかな、ね、いろんな光見れました ね、 ね。でも今年のね一番のトピックスっていうのはね、うん、なんか別にあって、うん、会社から歩いて帰るときに、うん、家の近所で、うん、だからもう家の前で、うん、アライグマ見たんですよ。アライグマいるの？いや、いたの。タヌキじゃなくてアライグマ？最初、え、うちに向かって歩いてる時にトピックスだわ。あの横切ったのポンポコポンポコって結構大きいのが、ポンポコポンポコってポンポコポンポコっていうこのなんか足取り、あのなんか四足歩行の生き物が、何ですか、四足歩行の生き物がポンポコポンポコっていうリズムで渡ったのね、うん、え、大きくないって最初思って、タヌキって思いながら、アライグマって尻尾がこうふさってしてる、ふさっとしてるよね。なんかタヌキって割とスリムだと思ってるから、ああ、いやでもなんかすごい大きいしふさふさしてるし、夏の終わりだったのに、うん、冬毛のタヌキぐらいふさふさしてる、うん、おかしいな、え、すごいの言ったな今と思ったら、また2匹目がポンポコポンポコってそう、私がまた親子か夫婦、そう、親子か夫婦か分かんないけど、まあ同じ住みかのものでしょうよ。2匹目いて、嘘、2匹目行ったと思って、ああ、でその間も私は歩いてさ、その場所に近づいていくわけじゃないですか、ああ、
え、もういたよと思って、2匹もいたわ、何かかと思って、その時まだ正体が分からなくて、わーって見送って、はって前を見たら3匹目が私を見てたんですよ。もう完全ファミリーじゃん、アライグマファミリーが。でその時に道を渡るところを、そう、5メートルぐらい先に目があった。3匹目と3匹目と目があって、3匹目も私を見てうわーってなってて、で威嚇の体勢になったんで、これはやばいと思ったんですけど、あの手をパーに広げてシャーって言われたんですね。そしてシャーって言ったら、スタコラスタコラってこうすごい身軽にポンポコしてないで、今度もうなんかすごい早足で行って、アライグマだと思って、あの道端で会うことないじゃないですか、うん、で動物園とかテレビとか本で見てたアライグマの感じは穏やかで、うんうんうん、たまに芋とか洗ったりしながら、うん、こう可愛く食べてるシーンを見るくらいじゃないですか、うん、野生のアライグマって手をあんなにパーにしてシャーって言うんだと思ったら、もうものすごいテンションが上がって、うん、うわーすごい、シャーって言われる相手に選ばれたと思ってさらに、なんかそんなこうたけだけしいアライグマを見れるなんてと思って、もう野生のね、だからそうそう、野生のあり方をもうまざまざとこの目で見たんだ。まざまざこれか野生かと思って、家の近所なんですけど、ジブリかトトロかなんかね、えでもちっちゃいのとこんくらいのとこんな大きいのが寝てたみたいな感じですよ本当に。へ、でもそれもしかしたらヨシベにしか見えないとかっていうやつだった可能性あるよ、本当に野生なのかな。で見えてた、うん、見えたベランダから見てる人いた。あ、本当他の人にも見えてるものなのでよかった。今年1年、まあ、会社とかで言うと本当に2020年濃かったんですよね。いろんなことあったけど、うん、お店の15周年っていう節目も秋にあったし、会社としての大きな変化とかもいろいろあったし、個人としてもなんかいろんなドキドキする出来事あったなと思うんですけど、まあ、ちょっと仕事の話はさておいて、うん、私も吉部さんのそのちょっと一泊しちゃおうじゃないけど、今年特にまあ、コロナの状況っていうのも、まあ、下半期というか後半になって旅行行ったり、うんうん、また人に会ったりっていうことをするようになったなと思ってて、なんか私2022年は特に後半心がけてやってみたっていうことがあるとすれば、いつか会いたいなとか、うんうん、いつかこれ調べなきゃとか行ってみたいなみたいなことをいつかで終わらせず、こう重い腰を上げて連絡するとか、その人に、あ、それすっごい意識してやったのよ今年、うん、やっぱりこう自分から会いたいですとかっていうのあんまり本当は得意なタイプじゃないんですよね、うんうん、久しぶりに食事したいとか、うんうん、会いたいとか、うん、そういう連絡を結構して、ちょっと遠方に住んでる方とかさ、うんうん、お互い仕事忙しいって分かってるから、うんうん、LINE 交換してるのに遠慮し合って、うん、忙しそうだなとか、きっと佐藤さん忙しいだろうなって、私も同じこと思ってるみたいな、うん、そうやってもちもちしてる間に時が過ぎちゃうから、そうじゃない自分になってみたいなってすごい今年思って、うんうん、そうするとやっぱ数年ぶりに会ったりとか、その会ってなかった時に同じようなことで苦しんでたみたいなことが結構会うとあって、うんはあ、コロナのあの時に分かる、そうそう本当にそれ大変だったよねとか、なんかそういうことでなんか心を分け合うような話ができたなっていう瞬間が何回かあったんですよ。へー、ですごいやっぱりそういう最中でチャポエコのイベントもやらせてもらって、たくさんのチャポラーさんに会って、でその会場に来てくださった方を通して来れなかった人も見たみたいな感じってうちらあったじゃない、うん、お会いできなかったけど、うん、なんで私もそれすごくあって、なんか今までって私友達少ないんですよって自己紹介してたの結構。おそんなに数よりは濃い友達がいる方を望んでいるであったりとか、うん、なんか友達たくさんっていう人がすごい昔から羨ましかったから、うんうん、まあ、友達少ないタイプなんですって自分をこう自分でカテゴライズすることで、うん、なんか収めてたとこってあるなと思うんだけど、うん、なんか
そういうふうにずっと言ってたら、私が今回連絡して会いたいと思った方たちや、うん、私に逆に会いたいと思ってくれる人たちにそういう自己紹介をしてたら失礼だなと思うようになって、うんうんうん、だって向こうはもしかしたら友達だと思ってくれてるかもしれないのに、うんうん、友達少ないタイプなんですって言ってるって、うん、なんかひどい話だなって思うようになって、うんうんうん、そうなんか気づいたら友達と呼びたい人がちょっとずつ増えているかも、うんうんって思ったし、うん、そういう親しみを覚えるさ人が自分の人生に実はちょっとずつ増えているんだってことを気づかされたし、それをちゃんと公言していかないとガンってすごい最近思ったっていう2022年、うん、でも大事だよね、うん、そんなことを結構地味な話というか、何をやりましたとか何が変わりましたって話では全然ないんだけど、それが案外自分はできなかったんだよね今まで。へ、会いたいんだよって言うっていうことが。あ、でもそうかも。うん、どしべどう、そういうの。どしべ？どしべどう。マジだ。よしべどうがどしべどうになっちゃった。どしべはね、ちょっと面白いなこれ。よしべちゃんどうなのその辺。友達ね、インスタで見る今日も何々ちゃんと遊んできましたみたいな、そういう、はいはい、あの。連れ立って、ね、そう連れ立って遊ぶ友達はいないけど、うんうん、チャポンのライブでもいたけど、なんかやっぱ気になっちゃう、うんうんうん、あの人最近どうしてるかなってやっぱ気になっちゃう人が何人かいるので、でも無事かみたいな電話わざわざしないので、そうなんだよね、大事だなみたいな。あとね、なんかその確認ができたら結構安心しちゃうから本当に、うんうん、その後どうしたらいいのかなとかって考えちゃう、うん、そうよね、呼びつけたけど呼びつけたわ、いいが、すごいあのコミュニケーションが淡白で、自分が思っているよりも、うんうん、あ、よかった無事なんだね、じゃあねって書いちゃったらどうしようじゃあね、またねみたいな、またね、元気でねみたいなそうだから、そこでバイバイって言ってまた3年会わないとかでもいいんだなってことを最近思えた、やっと、うん、なんか友達って言ったらやっぱりそれじゃダメなんだと思ってたから、カウントに入れられなかったんだろうね自分的に、なんか疎遠になっちゃったとか、はいはい、連絡がまた途絶えちゃうっていう心苦しさが絶対あると、うん、なんか友達認定しちゃうと罪悪感しか残んないんだけど、あ、でもなんか年を重ねてからの友達とかってたまに会ってじっくり喋れて、うん、でそっからまた3年会えないとかでもいいんだなって、うんうんうん、だそこまで見えてやっと誘えるようになったのよ。いいね、うん、だから来年どうなってるかまた閉じちゃうかもしれないんだけどね、うん、でもそうね、なんかそうしないとなーっていう、なんかそんなに力んでるってわけじゃないんだけど、もう一歩人との関係を、うん、変えていきたいなと思うんだよね、うんうん、それはなんで思うようになったのかわかんないんだけど、でもね、私ね、このラジオのおかげもある気がする。うん、うん、人をすごく今まで以上に信じられるようになってる。わー、よかった。チャポラーさんのおかげ、それはそうかも、本当にそう。だから本当にチャポンと以降5年間やらせてもらって、あ、こんなに温かい人たちが世の中にいたんじゃんっていうことに気づかされる日々じゃん、ね、うん、しかも自分らしく割と喋ってるじゃない。そうなんだよ、そのままでね。そうそう、そのままで喋ってて楽しいですって言ってもらえる経験って多分ないよね。ないよね、そう、なかったし、このやっぱりチャポンと行こうで得させていただいた実感が、実はなんか自分の、うん、その日頃の一人の人間としてのマインドのとこにも、うん、多分影響を与えてくれていて、うんうん、なんか本当にチャポラさんのおかげな気するわ今。あるとか言って今ディレクターにもディレクターを見てみる、見てみるあったかい目をしているニヤニヤしてます。ニヤニヤしてる ね。でも本当そんな感じです。だからそう、あの2022年も本当に私たちもいろんなことありましたけど、このラジオを聞いてくださっているお一人お一人にもね、うん、きっといろんな紆余曲折とか激動とか、うんうん、まあいろんな変化ばっかりじゃなくても、その変わらないことを続ける大変さとか、うん、いろんなことが多分それぞれにあったんじゃないかなと思うんですけど、うん、ですね、はい、でもあの私たち自身も本当にそういう方たちからパワーをもらって今年も頑張られたなと思うので、はい、まあ、私たちのこのようなおしゃべりもね、うん、引き続き来年にも誰かのささやかな力楽しみに楽しみになるようにと願っ
いたいですね。はい、はい。今夜のインターネットラジオチャポンと行こう、このあたりまでにしましょうか。皆さんお湯加減いかがでしたでしょうか。吉部さん、今夜は1年の振り返りとかね、はい、そういう話でしたけど、はい、お願いします。1年の最後は43度。43度、待って待って、え、いや昨日43度のうち湯張りの温度が43度で、うん、うちもね今湯張り43度にしてる。でちょっと暑いなって思ったんですよ、うん、42か43かで結構世界観変わるよね。世界観変わる、それの昨日ちょっと厚めだったなと思うので43って口が言ったんですけど、うん、チャポンで言う43って、うん、まあ普通ですよね。普通ですね、確かに確かに。でもそのくらいでいいよね今日ね。そうだね、振り返り熱々じゃないか、43で、うん、43ぐらいで、はい、じゃあ今日も皆さんの気分が少しでも緩まると嬉しいです。番組は北欧暮らしの道具店のサイト上やアプリに加えて YouTube や Spotify など合計7箇所で配信をしております。ぜひご自分のライフスタイルにフィットしたプラットフォームでお楽しみください。引き続きお便りも募集中です。感想、ご意見、ご質問など、サイトやアプリでチャポイコ最新記事を検索していただき、ページ後半にあるバナーよりお送りください。 Spotify などの場合は説明欄のリンクからお便りフォームに飛ぶことができます。全国のチャポラーの皆さん、お便りお待ちしております。次回のチャポンと以降は2023年1月8日日曜日の夜20時放送を予定しております。これあれですよね、ちょっと楽しみなお知らせがある日のはずだよね。1月8日楽しみにしていてください。それでは明日からもチャポンと緩やかに、そして熱くいきましょう。北欧暮らしの道具店店長の佐藤とスタッフの吉部こと青木がお届けしました。それでは皆様、良いお年を。良いお年を。